平成23年2月28日月曜日、衆議院予算委員会に出席。菅内閣の基本姿勢について集中審議が行われた後、平成23年度予算の締めくくり質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。その後採決が行われ、平成23年度予算案が可決すべきものと議決されました。3月1日火曜日、本日未明、衆議院本会議に出席。平成23年度の予算案の採決が行われました。投票の結果を事務総長から報告させます。投票総数453、加藤総務の発表295、一つの政党158。右の結果、平成23年度一般会計予算ほか2案は委員長報告のとおり可決いたしました。午前、総理大臣官邸で第9回となる自殺総合対策会議に出席し、3月の自殺対策強化月間、自殺総合対策大綱の見直しなどについて話し合われました。私の申し上げている最小不幸社会という言葉で言えば、自殺に追い込まれるということは、その党のある意味最も個人に対して厳しい形でそれが降りかかっていることでありますので、それを何としても社会の力で、あるいは政治の力で、していきたい。2日水曜日午後、総理大臣官邸で第16回となる行政刷新会議を開催し、規制仕分け、国丸ごと仕分けについて話し合われました。規制仕分けということで、これまで国民の目にはなかなか見えにくかった規制とか制度の問題点を明らかにしていくと、そのことによって、新しい成長の芽を生み出していく。もう一つは行政事業レビューということで、国丸ごと仕分けという表現もありますけれども、これまでのように個々の団体等を外から話を聞いてという形を超えて、それぞれの省庁が自分の中でレビューをして無駄を削減していくと、こういうことを進めていきたいと、このように考えています。4日金曜日、参議院予算委員会に出席し、平成23年度予算案について基本的質疑が行われ、委員からの質疑に答弁しました。総理大臣官邸に戻り、連合の古賀会長らと会談を行いました。続いて全国知事会麻生会長などからの要請を受けました。5日土曜日午後、総理大臣官邸で第4回となる社会保障改革に関する集中検討会議を開催し、5人の有識者などから社会保障改革に関する公開ヒアリングを行いました。6日日曜日、東京都品川区で実施されている規制仕分けを視察しました。